The ufology site writes about Mr. Mark McCandlish as follows. Mark McCandlish is an accomplished aerospace illustrator and has worked for many of the top aerospace corporations in the United States. His colleague, Brad Sorensen,with whom he studied, has been inside a facility at Norton Air Force Base where he witnessed alien reproduction vehicles, or so-called ARVs, that are fully operational and hovering. In his testimony, you will learn that the U.S.not only has operational anti-gravity propulsion devices, but we have had them for many, many years, and they have been developed through the study, in part, of extraterrestrial vehicles over the past 50 years. In addition, we have the drawing from aerospace inventorBrad Sorensen of the devices that he saw, as well as a schematic of one of these alien reproduction vehicles in some remarkable detail. Ufology サイトはマーク・マッキャンドリッシュ氏について次のように書いています。マーク・マッキャンドリッシュは宇宙船のイラストレーターであり、合衆国のトップクラスの航空機会社で働いていた人である。彼の同僚でもあったブラッド・ソレンソンはノートン空軍内部の施設で一緒に働いていたのだが、そこでブラッド・ソレンソンはエイリアンの再生された乗り物、つまり ARV を目撃した。それは完璧に動き、そこでホバリングしていた。彼の証言によれば、合衆国は操作可能な反重力推進装置をすでに持っているのみならず、50年以上も前から外惑星人の乗り物の研究を進め、何年にもわたってそうした装置を私たち人間が持っていたということになる。そうした証言に加えて、航空機会社の発明者であるブラッド・ソレンソンからエイリアンの再生乗り物、つまり ARV の図面のみならず、その装置のメカニズムの情報を私たちは入手することができた。広志林、浜松市、ジャパン。ことの発端はスティーブン・ M ・グリアー博士の Unacknowledged という本の中でマーク・マッカンドリッシュ氏の証言が紹介されていたことによります。スティーブン・ M ・グリアー博士といえばこの世界では第一人者です。で、画面を見ながら説明します。ここに今お見せしているのがですね、マーク・マッケンドルッシュがですね、イラスト化したいわゆる外惑星人のビークル、つまり乗り物ということになります。説明によれば実に簡単な構造でできているそうです。そしてこの装置を使えば宇宙をですね、光の速さ以上の速度で航行することができるというのです。そしてマーク・マッキャンドリッシュはですね、ノートン空軍基地でこれらの装置がすでに完成していて、ホバリングしているところまで目撃したというのです。
そしてその装置がさらに開発されて、このような航空機も完成しているというのです。まあ、あとはマーク・マッケンドル氏の証言、そしてスティーブン・ M ・グリア博士の証言を信用するかしないかという問題に行き着くのではないでしょうか。後の判断は皆さんにお任せします。A book critic writes about Dr. Dambrish like this. At one time, this man was chosen to be the poster child of alien disclosure. As an employee of the secretive group known as MJ-12, who jealously guarded their emissary from Zeta Reticuli, he was charged with discovering a cure for the neuropathy this extraterrestrial, known as a J-Rod. Majestic 12, つまり MJ12 のマイクロ生物学者であったのがダン・ブリッシュ博士です。エイリアン・ディスクロージャーといえばダン・ブリッシュ博士ということになります。彼はその後ジェイ・ロッドと呼ばれるエイリアンを暴露した科学者としても知られていますが、彼はエリア51でジェイ・ロッドの生態研究およびジェイ・ロッドの治療をする傍ら、外惑星人のいわゆるエイリアンテクノロジーを見聞きした科学者としても知られています。広志林、浜松シティ、ジャパン。There was an alteration, if you will, over what you were seeing from it. They are decommissioned. They are separated into their three components. There's a projection component, a ring component, and also a barrel component to the both the Stargate devices as well as the looking glass device. The Stargates also have field posts, and again, I'm not a physicist, so I wouldn't be the appropriate one to make comment as to how they work. But there were field posts that were positioned around the actual gates, and they have been stored, I guess. I'm not certain what happened to the field. Dr. Dan Bush は
J ロッドと呼ばれるエイリアンの存在を暴露した生物学者ということになりますが、同時にさまざまなエイリアンテクノロジーを暴露しています。でここにお見せするのはですね、エリア51内の S4 と呼ばれる研究室の内部でなされていた、つまりは誠にもって SF っぽい研究ということになります。最初にドクター・ダン・ブッシュが残したメモをもとにして作られたこの1枚の絵について説明しておきます。でこれが S4 と呼ばれる研究室ということになります。で部屋の全体の様子はですね、まあ、このように分かれていたということなんですけども、中央上から火災用器具および緊急用品などを入れる部屋があったと。でドアの上方に90センチ台のウサギのマークが置いてあったと。まあ、なぜウサギかということについてはもう少し後に説明します。その下にですね、ルーキンググラスプロジェクトと呼ばれる、まあ、その装置がそこに置いてあったということですね。つまり時空を超える、まあ、装置ということになるわけです。そしてその下に、まあ、別の研究室が2つあると。で右の方には、2つの不明な部屋があり、中央下の方にですね、武器研究開発室というのが2部屋あったと。そしてこの廊下にはですね、セキュリティ監視カメラが3メートルごとに据え付けられていたというようなことが書かれています。この研究室ではですね、ルーキンググラスプロジェクトという、まあ、研究がなされていたそうです。ルーキンググラスというのはですね、不思議な国のアリスの話の中に出てくる、まあ、ウサギが持っているあの、まあ、メガネということになるわけですけども、その時空を超えるメガネということになるわけですけども、まあ、このような形といいますか、ちょうど中央にですね、中央に2箇所そのような装置を作って瞬間に移動することができるというわけです。これがエリア51の S4 の中でなされていた研究だそうです。で左下がですね、ネバダのエリアを示し、向こうはですね、オーストラリアのある場所を示していると。その間を瞬間に移動するというわけです。それがルーキンググラスプロジェクトということになります。その原理はですね、アインシュタインの時代にすでに、まあ、理論的には説明されていたというわけで、それがアインシュタイン・ローゼン鏡橋という理論なんですけども、要するに空間をですね、歪めて、そしてその空間と空間を、空間をですね、貫いて瞬時に上から下へと移動するという、まあ、考え方なんですね。で今青い枠で囲ったのがですね、これが、ネリス空軍基地の位置です。つまりエリア51の位置ということになるわけです。そしてそれに反対する位置がですね、オーストラリアの某所ということになるわけです。まあ、これがですね、アインシュタイン・ローゼン橋と言われている、理論ということになります。そのアインシュタイン・ローゼン橋理論というのはですね、現在はワームホール理論としてよく知られています。ワームホールの概念はですね、もともとは1928年にヘルマン・ワイルが電磁場中の質量の解析を研究している中で発案した概念だそうです。当初はですね、一方向のチューブ理論と呼ばれていたそうです。でアインシュタインがローゼンとともに数学的仮説に基づく時空構造モデルを1936年に発表したと。まあ、それがですね、ワームホール理論、つまりアインシュタイン・ローゼン、まあ、橋理論ということになります。でドクター・ダン・ブレッシュの、まあ、証言によればですね、右のようないわゆるルーキングラス装置というのが2機あったということになります。まあ、これを鏡装置というわけですけども、この装置を使えばですね、 A 点から B 点へですね、瞬時に移動できるというわけです。で空間のみならずですね、時の流れも制御できるということらしいですね。で一つの左のポイントからですね、そのルーキンググラスのところへ来るとですね、二つに時の流れが分岐できると。そしてそれがそれぞれの時の流れを、まあ、進めるようになるということでしょうか。
まあ、これはあくまでも、ドクター・ダン・ブッシュが残したメモですから、詳しいことは分かりませんけれども、つまりはこの図に説明によればですね、まあ、メソポタミアの円筒印象の原理だと、まあ、そのように説明されています。で、他にね、細かいところに、まあ、いろんな説明がなされていますが、一応拾って説明しておきます。で、ブロー・オフ・チェンバーと書いてありますから、吹き出し室、何かね、こう、何かを吹き出している部屋が3つあったということになるのでしょうか。そして、ウサギのマークですけども、このウサギのマークはですね、先ほど言いましたように、不思議な国のアリスに出てくるウサギ、そのウサギがですね、まあ、物語の中では時計を持って、まあ、走り回るわけですけども、その走り回るときに持っているこの時計らしきものをですね、ルッキングラスというわけですよね。まあ、つまり時空を超える装置ということになるわけです。で、右の方にですね、オリオン座の起源、それからジェイ・ロッドの起源などと書いてですね、何かそのような説明がなされているということです。まあ、全体として見るとですね、私たち人間がまだ知らないと言いますか、もう知っているわけですけども、手にしていないエイリアンテクノロジーについてドクター・ダン・ブッシュが説明しているということになります。で、もう少し分かりやすいと言いますかね、私たちに身近な世界でドクター・ダン・ブッシュの証言を考えてみたいと思います。題して UFO の内部ということになりますが、それについて制作したのが次の動画です。どうかご覧になってください。Please have a look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work. 空を見上げてごらんなさいよ。この宇宙はね、つまりこの宇宙すべてはね、私たちに友好的でね、そして夢を大切にし、頑張っている人にはね、最善のものを用意することだけを考えて、つまりそれを企てているんだよ。広志林、浜松市、ジャパン。Thank you.
Nice to Area 51, Wikipedia English writes as follows. The United States Air Force facility, commonly known as Area 51, is a highly classified remote detachment of Edwards Air Force Base within the Nevada Test and Training Range.According to the Central Intelligence Agency, or CIA, the correct names for the facility are Hermey Airport and Groom Lake, though the name Area 51 was used in a CIA document from the Vietnam War. The facility has also been referred to as Dreamland and Paradise Ranch, among other nicknames.The special use airspace around the field is referred to as Restricted Area 4808 North. Then what is Area 51? Nowadays, more and more people have confessed about Area 51, what it is. Some do before they die, and some do alive.Mr. Richard Doty, an ex-special agent for AFOSI, or Counterintelligence for the Air Force Office of Special Investigation. Area 51とは何か？近年になり、より多くの人たちがAria 51について語り始めています。ある人は死のベッドで、またある人は死を覚悟して、元空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであったリチャード・ドティもその中の一人です。広し林、浜松シティ、ジャパン。スティーブン・ M ・グリアー博士が Unacknowledged という本の中でリチャード・ドティ氏の証言をまとめていますので、今日はそれをそのまま翻訳して皆さんにお聞きいただきます。リチャード・ドティの証言。リチャード・ドティは空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであった。8年以上にわたりリチャード・ドティはニューメキシコのカートランド空軍基地およびネリス空軍基地、つまりエリア51と呼ばれているが、それらの基地および他の基地においてUFO および外惑星人問題の任務を特別に担っていた。以下、リチャード・ドティの証言。私はネバダのテスト基地にいました。それは現在ネバダ安全サイト、つまりそこが現在エリア51と呼ばれていますが、当時は DET3テストセンターと呼ばれていました。私が1981年から1985年までそこにいた時にはエドワード基地の DET3 テストセンターと呼ばれていました。エリア51には実際には2つのサイトがありました。 DET3 のテストサイトとグルームレイクです。そしてそれからパポースと呼ばれる付属の施設もありました。そのパポースに地下基地への入り口がありました。私は対情報活動の上級士官としてそこで9ヶ月過ごしました。そこでは大変きちんとした仕事がなされていました。エリア51にも施設があり、ソビエトの衛星が上空を通過した時など写真が撮られないようにとレーザーを放ったり、ソビエトの衛星カメラを盲目にしたりしていました。
そこには2つの異なった複合建物があり、それらはすべて区画分けされていました。その中の一つにエイリアンの乗り物があり、また人間製の反重力エンジンの乗り物がある全く別のエリアもありました。地下施設の中に外惑星人の乗り物が格納されている施設もありました。その複合建物の地上部の端に反重力エンジンの ARV、 つまりエイリアンの再生乗り物が格納されていました。私がそこにいた間に、私は反重力推進クラフトを見たことがあります。そのクラフトはあらゆる種類のタイプの形をしていましたが、彼らはそれを組み立て、それを飛ばそうと試みていましたが、その多くはうまく飛ぶこともなく墜落したりしていました。そうした乗り物を飛ばす契約をしていた主な会社には E システム社、ジョンソンシステム社、サンディア社、ライブモア社、ロスアラモス社、テクトロニクス社などがありました。 GE モノトーラ社については、モノトーラ社は巨大な施設を持っていて、その施設の中で ET の通信機器がどのように働くか、あるいは ET の通信装置がどうなっているかを調べていました。ロッキード社もそこにありましたし、ノースロップ・グラマン社もありました。当時は EG&G 社もそこに居を構えていました。ジン・ラスコウスキーがその EG&G 社のチーフでした。それでいつも彼は自分のことを安全オフィサーと呼んでいました。彼には多くのことが知らされていました。そのジン・ラスコウスキーは1977年から1991年までエリア51の安全チーフであったポール・マクガバンのようにたくさんのことを知っていました。ジン・ラスコウスキーは現在は引退していますが、フルタイムでそこで仕事をしていました。そのポールが DIA、 つまり防衛スパイ組織の計画とプログラムのディレクターをしていました。ポールは DIA の序列の中では第3位の地位にいました。私が目撃した地下サイトの中で、私は2機の乗り物が重力に逆らっているのを見ました。それは卵型のものでした。大きさは多分10フィート ×20 フィート、つまり3メートル ×6 メートルくらいでした。あまり大きくはありませんでした。それには私たちがつけた着陸ギアがついていました。というのも、その乗り物の構造には合わなかったからです。またそれにはほとんど液体のようにも見える重門、つまり窓のようなものがありました。あなたがそれを見たら、あなたはあたかも水を通して何かを見るような感じで窓の外を見たことでしょう。が、私は外観を見ただけで、その内部は見ていません。で、私はパポース複合施設ではもう一つの巨大な乗り物を見ました。その施設の中を下へ降りていくと、それは右側の最初のベイにありました。巨大な乗り物です。その乗り物はどこか墜落した古い乗り物のように見えました。というのも、壊れたような箇所があったからです。が、その表面及び全てが奇妙に見えました。それは私たち人間が組み立てたようなものには見えませんでした。パポース地下基地へと入り、下へ降りていくと、円形の実際
馬蹄形の形をしたランプ、つまり移動型昇降階段のようなものがありました。そこからはハンガー7の近くのエリア51南西角に向かう四方八方に伸びたそれぞれの場所に向かう枝分かれした通路になっていました。途中にエレベーターがあり、区分けされた上下空間がありました。バッジをつけていなかったらあなたはその中に入ることはできません。そこではすべてがバッジシステムになっていましたし、そのバッジがなかったらそれらのいくつかの中には入れない仕組みになっていました。つまりバッジがなければ限られた空間へしか入れませんでした。前にも話しましたように、もしあなたがエイリアンの乗り物について携わっていたら、人間が作った反重力エンジンの乗り物に携わることはないという仕組みになっていました。1980年に私は何か全く異なったものについての説明を受けるためにライト・パターソン空軍基地に行きましたが、そこにいる間に私は今までここに話してきたことに関して説明するように求められました。そしてある施設、つまり地下施設へと連れて行かれました。私たちは階段を降りランプを降りましたが、そこは巨大な空間でした。私は実際は見ていませんが、後になってアーニ・ケラーストラス氏からそこにはエイリアンの死体があると聞かされました。またさらに後になってからその死体についての極秘マニュアルの中でそれについて読んだことがあります。The ufology site writes about Mr. Mark McCandlish as follows. Mark McCandlish is an accomplished aerospace illustrator and has worked for many of the top aerospace corporations in the United States. His colleague, Brad Sorensen,with whom he studied, has been inside a facility at Norton Air Force Base where he witnessed alien reproduction vehicles, or so-called ARVs, that are fully operational and hovering. In his testimony, you will learn that the U.S.not only has operational anti-gravity propulsion devices, but we have had them for many, many years, and they have been developed through the study, in part, of extraterrestrial vehicles over the past 50 years. In addition, we have the drawing from aerospace inventorBlad Sorensen of the devices that he saw, as well as a schematic of one of these alien reproduction vehicles in some remarkable detail. Ufology サイトはマーク・マッキャンドリッシュ氏について次のように書いています。マーク・マッキャンドリッシュは宇宙船のイラストレーターであり、合衆国のトップクラスの航空機会社で働いていた人である。彼の同僚でもあったブラッド・ソレンソンはノートン空軍内部の施設で一緒に働いていたのだが、そこでブラッド・ソレンソンはエイリアンの再生された乗り物、つまり ARV を
目撃した。それは完璧に動き、そこでホバリングしていた。彼の証言によれば、合衆国は操作可能な反重力推進装置をすでに持っているのみならず、50年以上も前から外惑星人の乗り物の研究を進め、何年にもわたってそうした装置を私たち人間が持っていたということになる。そうした証言に加えて、航空機会社の発明者であるブラッド・ソレンソンからエイリアンの再生乗り物、つまり ARV の図面のみならず、その装置のメカニズムの情報を私たちは入手することができた。広志林、浜松市、ジャパン。ことの発端は、スティーブン・ M ・グリア博士の Unacknowledged という本の中で、マーク・マッカンドリッシュ氏の証言が紹介されていたことによります。スティーブン・ M ・グリア博士といえば、この世界では第一人者です。で、画面を見ながら説明します。ここに今お見せしているのがですね、マーク・マッケンドル氏がですね、イラスト化したいわゆる外惑星人のビークル、つまり乗り物ということになります。説明によれば、実に簡単な構造でできているそうです。そしてこの装置を使えば、宇宙をですね、光の速さ以上の速度で航行することができるというのです。そしてマーク・マッケンドル氏はですね、ノートン空軍基地でこれらの装置がすでに完成していて、ホバリングしているところまで目撃したというのです。そしてその装置がさらに開発されて、このような航空機も完成しているというのです。まあ、あとはマーク・マッケンドル氏の証言、そしてスティーブン・ M ・グリア博士の証言を信用するかしないかという問題に行き着くのではないでしょうか。あとの判断は皆さんにお任せします。
does an inside of UFO look like? Kapil Raj, an author, writes in his website as follows. When we think of a UFO, and by UFO I mean a spacecraft from another world, we begin the process of putting our own structure in place, like a seat, dashboard, jets, wings, oxygen tanks, and fuel tanks. This is where most, if not all science fiction writers get wrong, including some famous filmmakers like Steven Spielberg and James Cameron. I hear Shahesh you would like to talk about this mystery in this video. What does an inside of UFO look like? UFO の内部はどうなっているのか？作家のカピエル・ラージュは次のように書いています。UFO の内部について、私たち人間は人間が今使っているものを標準にして物を考えようとする。例えば椅子にしても、ダッシュボードにしても、推進装置や燃料タンクにしてもだ。スティーブン・スピールバーグにしても、ジェームズ・キャメロンにしてもそうだ、と。私、林浩司はこの謎についてここで考えてみます。UFO の内部はどうなっているのかと。広し林、浜松市、ジャパン。それでは皆さんをスウェーデンのゴットランドへ案内します。このゴットランドで、まあ、10世紀頃に作られたと思われる奇妙な形のブローチが見つかりました。現在それはイギリスのブリティッシュミュージアムに保管されています。で、そのブリティッシュミュージアムの説明によればですね、このブローチには後ろ向きに立っている、まあ座っていると言ったらいいんでしょうか、動物が彫り込まれていると。8頭の長い首の動物が彫られていると。で、端の方には2人の人間らしき像があると。あるいは動物かもしれないと。意味はよくわからないと。で、同じような、まあこの像がですね、他にもスウェーデンで見つかっていると。そしてこの形のブローチというのはスウェーデン中部では珍しくないということなんですね。で、最初に、カピエル・ラージュさんの言葉を引用しましたけども、人間というのはですね、まあ、例えば UFO を考えるときに現在私たちが使っている、まあ、ものをですね、標準にして UFO の内部をいろいろ考えたりすると。しかしそれは本当に正しいのかということを、まあ疑問を投げかけていらっしゃるわけですけども、このカピエル・ラージュさんの言葉を裏から読むとですね、あまりにもその内部の様子がですね、人間の標準とはかけ離れているときにはですね、それがまあ UFO の内部とまあ判断できないということになるということにもなるわけですね。まあ要するに、人間側が、UFO の内部を考えるときは人間を標準にするけども、その逆に今度 UFO の内部を見たときにね、あまりにもその人間の、まあ、標準とはかけ離れているときには、それが、まあ、UFO の内部と、まあ、理解できないんじゃないかということなんですよね。まあ、で、その言葉を、まあ、引用すれば、引用と言いますか、考えればですね、まあ、このブローチがですね、あまりにもこの、私たちで考える、なんて言いますか、UFO の内部とは、かけ離れているってことなんですね。ですからこれが UFO の内部ということについてですね、皆さんの中にも、まあ抵抗を感じる人も多いんじゃないかと思いますけども、私はこれをですね、このブローチに振り込まれているのは UFO の内部と判断しました。で、それにもいくつか理由があるんですけど、それについてはこれから応用説明していきますけども、まず皆さんに見ていただきたいのは、誠にもってその、まあ私たち人間が考えるですね、まあ、いわゆるまあ飛行機あるいは宇宙船の、操縦席あるいは内部とは違うということなんですよね。要するに簡単に言えばそういうことなんですよ。回りくどい言い方しましたけどもね。要するにでこれが何かということを逆に考えていくわけですけども、まあ、大英博物館というか美術館の方ではですね、ブリティッシュミュージアムの方ではこれをですね、動物とで8頭の動物がまあ掘り込まれているというわけですね。しかしこれ極めて精緻な、ブローチだと思いますね。ブローチですから、やっぱり大きくても10センチ以上はないと思いますね。胸につけるわけですからね。ですから、まあ、5センチから10センチという幅で見るわけですけども、それにしても、まあ、10センチと見ても大変精緻だということですね。で、この気になるのは、この指が3本だということなんです。で、指が3本ですね。で、この3本指というのは、まあ、全世界あちこちで見つかるんですけども、例えば、甲府のね、県立高校博物館にあります、この、まあ、土偶ですよね。これも3本指なんですね。
で、これから3、これを3年ほど前に見つけて、私は大変驚いたんですけども、3本指なんですよね。で、もちろん顔には、お面をつけてますからね、マスクをつけてますから、顔は違いますけども、まあ、目がつり上がっているところなんかは同じですね。これは、アメリカの、トゥリンギット族の、まあ、円筒印象ですかね。それに彫り込まれている顔なんですけども、やはり目がつり上がっていると。で、この目がつり上がっている顔というのは珍しくないんですね。マヤ・アステカでも見つかってますし、全世界で見つかっています。で、ちょっと並べてみますがね。で、まあ、このコンセプトといいますかね。まあ、全世界でこうしたつり上がった目の、まあ、アーティファクトが見つかっているということなんですよね。まあ、要するに古代人たちは見たものを懸命にその、掘って残そうとしたんですね。決してそのクリエイティブなマインドで作ったのではないということです。という、ま、視点で考えるべきではないでしょうかね。このように、ま、共通したそのアーティファクトが全世界で見つかっているということは、まあ、その証拠の一つといいますかね。根拠の一つになるわけですけども。いかがでしょうか。で、その中の、この中で特に、ま、似てる今の、お見せしましたのが、目がつり上がって、そしてそのゴットランドで見つかったブローチの中に振り込まれているその像と似ていると私は判断しています。それで並べてみますと、比べてみてくださいね。で、まあ、これがマスクを被っているかどうかということはわかりませんけども、まあ、同じような、まあ、顔をしていると。まあ、そういうことなんです。ですから、これはまあ、人間というのはちょっと無理がある。三本指で、なおかつ、まあ、このような顔をしていると。ですから、しかも、まあ、エイリアンが頻繁に現れた、まあ、9世紀、10世紀ですね。日本でも現れてますけども、そうしたその時期にこれが、まあ、作られているということなんですよね。まあ、そうして、まあ、状況証拠を固めていくんですけど、これが、まあ、動物であり、動物であると判断するのはちょっと無理があるんじゃないかということなんですね。となると、これは UFO の内部であるということになるのではないでしょうか。というふうに私は判断しました。まあ、UFO の内部なんてものはね、問題になってませんし、まあ、外からね、撮った写真ばかりが目立ちますけれども、実は UFO の内部も、このように外に漏れ出ているということになります。で、このゴットランドという場所がですね、大変絶妙な位置にあることは事実なんですね。この、線を、ラインを見ていただいたんですけど、ここにゴットランドがありますね。で、エイブベリーがあると。で、ゴットランドとエイブベリーの新直線上に、ウエストポールとイーストポールがあります。ですから、まあ、ゴットランド、まあ、エイブベリーというのは、まあ、非常にこう重要な、一直線上にあるということですね。で、そういうところに、で、まあ、こうしたものも見つかる。で、これも、別にこうしたブローチも見つかっています。で、これはまあ、私は UFO と判断していますがね。頭の部分はこれはまた別の意味がありますけども、まあ、ともかくも全体として窓のついた UFO ということになるのではないでしょうか。で、これと、まあ、ちょうどね、楕円形と言いますか、形も似てますがね。で、私はまあこうして、二つ合わせてみると、まさに UFO の外と内部ということになるというふうには判断したわけです。で、まあ、どうお考えになるかわかりませんけども、まあこれが私の林博士の考える、まあ、UFO の内部ということになるわけです。まあ、あまりにもね、私たち人間の常識とは離れているがためにね、なかなか信じがたいんですけど、それは逆に言えばですね、カペル・ラージュさんが言ってるように、逆に UFO の内部を考えるときには、人間っぽいものを考えてしまうということですね。まあ、ちょっとご覧いただきましたけども、シートベルトもついてるけども、ちょっと変わってますね。胸にかけるんじゃなくて手にこうはめてるって感じですね。で、中央には、やはりこう推進装置のものがあって、これは長い首の動物ではなくてですね、何かしらのコントロールバーのような気がします。それもこれも動物ではなくて、まあ、椅子と言いますかね、椅子というかわかりませんけども、まあ、別の目的のものではないかと思います。動物と考えるのは無理ってことになるわけですね。要するに、まあ、イエスかイエスでないかってことになってくるわけですけども、動物か動物でないか、あるいは、いわゆるね、人間、エイリアンかエイリアンでないかということになってくるわけですけどもね。で、これはアステカで見つかっている UFO 型の発掘物ですけども、これは明らかに UFO ですね。その中の一つには、底面部にですね、鉢のようなものが描かれ、その中心には、まあ、このようなものが彫り込まれていると。これは何かということですけども、皆さんもお分かりですね。エイリアンですね。エイリアンが、いわゆる、まあ、そこの鉢から顔を出しているところを表現したものと考えます。で、これが、まあ、同じように見つかっている、まあ、アーティファクト、まあ、UFO 型のアーティファクトということになるわけですけどもね。同じようなものが、実はですね、静岡県の磐田市でも発掘されています。で、右下がですね、傘型埴輪ということになってますけども、私は傘でないと思います。傘なんか作っても仕方ありませんしね。またそんなものを作る必要もないし。
まあ、古代人がそんなものに何かの重きを置いたというふうにも考えられないわけです。となるところは UFO ということになるわけですね。古代人たちは見たものを一生懸命と言いますかね、懸命に作ったということです。まあ、いわゆる天からね、このようなものが来ればですね、これ自体を神だと思ったと私はそのように考えています。ですから懸命にこれも作ってですね、語ったと思いますね。現在に今でも人間たちは最高神を、飾りますからね、神といえばね。で、この、笠型ハニワとですね、アステカで見つかった、その UFO 型アーティファクトと比べてみますと、まあ、類似点が多いというのもこれまた事実なんですね。例えば、ラインの書き方であるとか、この線の書き方ですね。ですから、まあ、見たものを、縄文人ですね、紀元前2000年。200年頃からですからね、こういうものを作って、まあ、語ったと。まあ、現在それは埴輪ということになってますけどね、古墳時代の。まあ、私はこれ UFO、まあ、ちょっと厳しいかなという意見もあるかもしれませんけども、私は UFO と判断しました。少なくとも傘という方が無理だということですね。で、一番上がゴットランドで見つかったブローチであると。こういうふうに並べてみますと、まあ、コンセプトが大変よく似ているということがですね、皆さんにも分かっていただけると思います。もうこういう形でですね、まあ連続して繋がっていくわけですね。これがまあゴットランドで見つかったブローチ。そして、冒頭で見せました、奇妙なね、エイリアンが2人、2匹って言ったらいいのかな、乗ってる、乗り物も、まあそして連続性を持って繋がっていくということです。で、これはですね、北海道で、目撃された UFO というふうに私は理解しています。まあこれをですね、北海道の元新聞記者の、報道記者の方が届けてくださいました。で、これがマヤのアーティファクトであると。まあ、こういうふうに繋がっていくわけですね。で、その内部の様子の掘り込まれたブローチも同時に見つかっていると。同じ場所でゴットランドで見つかっているということですね。で、そのゴットランドは、エブベリと繋いだ直線上にあるということですね。まあ、こうしてこの状況証拠が固まっていくわけです。で、まあ、結論としては、これは、私はエイリアンの乗り物、いわゆるカフトの、いわゆる UFO ですね、の内部を聖地に掘り込んだものと判断しました。いかがでしょうか。まあ、この床なんかの作り方は、まあ、ごちゃごちゃとこうしてますよね。まあ、繰り返しになりますけれども、人間が、まあ、UFO の内部として描く、まあ、様子とはまるで違う。違うがゆえに、これが UFO の内部とは理解できないということにもなるのではないでしょうか。まあ、これだけのものをね、掘り込むというのはやはり大変な作業だったと思いますよ。まあ、こうしてね、まあ、三角座りしている、エイリアンらしき、人物像も掘り込まれていると。これは、これも椅子か何かだと思いますけどもね。これ、少なくとも動物、アニマルというね、説明書にはアニマルと書いてありますけども、アニマルというのには、ちょっと無理があるんじゃないかなと思いますね。で、三本指であると。で、これは日本で見つかった金印ですね。福岡県で見つかっている金印を上から見て同じ顔が浮かび上がってくるんですよ。まあ、それともかくとして、それは金印のところで説明しました。で、こういったものが、見つかってきたと。で、一番近いと言いますか、いろんな想像図などが書かれてますけど、私、その中で3枚選んでみました。これは芸術家と言いますか、アーティストニックが書いた、UFO の内部、宇宙船と言ったらいいのかもしれませんけども、様子ですけども、まあ、コンセプトと言いますかね、漢字が似ているということで、最後に皆さんに紹介しました。いかがでしょうか。多分こんな感じじゃないかなと思いますね。はい。ということで、今日のこの動画は終わります。皆さんに UFO の内部を、まあ、見ていただいたというよりも想像していただきました。Bye for now! Hello, this is Matabe and Hiroshiyashi, Japan. Strange artifacts in Maya, a robot or a god?Here in this video, I would like to show you many strange artifacts discovered in Maya. And this is one of them, which Matabe-san, a friend of mine, lets me know. Matabe-san asks me if this is a robot or not. But I never be surprised if someone told me that this is a robot in Maya. It may be, though I can't definitely say it is so, since there is no evidence to prove it.But we can enjoy a sort of fantasy, and it is more often enjoyable to think it is a robot in Maya than to think it is not. To be correct or not to be correct is not so much important in many cases when we are examining ancient history as independent thinkers. I mean, whatever it is,
A more important thing is to weave a unified theory out of ancient history for our future by understanding our ancestors better. I believe this is the ecology. Am I wrong?又兵衛さんからこんなメールが届きました。これはロボットでしょうかと。大変楽しいアーティファクトですね。人体の解剖図のようにも見えますし、ロボットのようにも見えます。人間の衣を着た神にも見えますし、ET にも見えます。見ているだけで楽しくなりますね。が、大切なことは、こうして私たち人間の先祖をよりよく理解することによって、私たちの未来のために過去から教訓を得ることではないでしょうか。またそれが私は考古学だと思います。言いかねると、考古学は私たち皆のものであり、今ではそうした過去を私たち自身がいながらにして学ぶことができます。で、私にはこれがロボットなのか神なのかはわかりません。しかし、想像力が膨らみます。解釈の仕方はそれぞれですが、それはそれで良いのではないでしょうか。ともあれ、マヤにはこの種のアーティファクトがあまりにも多すぎます。一つずつの謎を解いていたら、それこそ一年あっても足りないのではないでしょうか。大切なことは、要するに楽しむことですね。なんだろうと思ってるだけでもワクワクしてきますね。そのワクワク感がこうした謎解きではとても大切なことだと私は思います。ということで、マヤで発見されたアーティファクトを今皆さんにご覧いただいています。つまり、あまりにも多すぎるということです。まあ、これらがですね、当時の人間のいわゆる空想力ですね、イマジネーションだけでできたものと考えるのは私は無理があると思います。縄文、土器、土偶もそうですけども、古代の人々は逆にですよ、未来の私たちのような人間に何かを伝えようとして、懸命に見たものを作ったと、私はそう考えています。まあそうしたアーティファクトからですね、何を学ぶかは、実は私たち自身の問題だということです。ということで続くビデオ、少し前に作ったものですけども、どうかご覧ください。Thank you very much and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Mounts for landing places of UFOs. It's circumstantial evidence that proves it. Mounts or so-called tomb mounds in Japan are not mounds for tombs.But landing places for UFOs. Most possibly, ancient Japanese people made use of them as tombs much afterwards in the history. It's circumstantial but physical evidence that proves what I have claimed here is to be so. In Japanese, 日本の古墳は墓ではありません。というとっても楽しい話です。後の人たちが墓として利用したかもしれませんが、少なくとも墓ではありません。古墳、特に前方後円墳は古代の神々、つまりエイリアンたちの乗り物、つまり現在私たちが UFO と呼んでいる乗り物の発着台でした。そのことをこのビデオの中で状況証拠を積み重ねながら証明します。まず最初にUFO という言葉が一般化する前は、私たちが UFO と現在呼んでいるものは、カメと呼ばれていたと私は考えています。現在、全国の各地の神社や寺で、カメが祀られているのも、その流れの中にあると私は考えています。で、その証拠がメキシコのマヤ遺跡の中から出てきました。で、これがそれです。
これはメキシコのマヤ遺跡で、まあ、発掘されたアーティファクトですね。円形の物体の上に人間らしき人が、まあ、乗っています。まあ、操縦していると言ったら正しいのでしょうか。で、右の方を見ますと、どうも頭のようにも見えるんですね。で、亀にも似てると。で、このコンセプトが日本の亀信仰とつながっているのではないかと私は考えています。で、こうした、まあ、亀信仰がですね、まあ、神社や寺に残っている。ということなんですね。が、様子がどうもおかしいんですね。中には亀らしい亀もいますけども、まあ、こうして信仰されている亀は、耳があって、まあ、口があって、歯があると。まあ、そういった雰囲気なんですね。で、これなんか特にそうですけども、亀の上にですね、神様が座っている。あるいは菩薩が立っている。ということなんですね。ということから、私は昔の人は UFO を見たときにですね、亀と呼んでいたのではないかと思います。で、これが前で見つかった発掘物。下が日本に残っている、まあ、見られる亀信仰ですね。で、この左と右を見比べてほしいんですけども、顔ですよね、亀の顔。そしてこの操縦の仕方と言いますか、乗っている様子が大変よく似ています。そしてこの作り方のコンセプトまで似ていますから、まあ偶然といえば偶然ですけども、それに耳らしきものも表現されています。まあこういうものを見て、古代の日本人たちは、亀と言ったのかもしれませんね。あくまでもその可能性があるということです。で、日本には亀という名前のつく地名、町、市がたくさん残っています。これは宮城県の登米市です。まあ今まで縁のあったところをいくつか選んでみました。で、ここはですね、まあ、先ほど調べてみましたら、どうもこの辺りは沼なんですね。黒沼という地名があるわけですけども、沼に本当に亀が住んでいたかもしれないということで、いわゆるその UFO という亀とは直接結びつきませんでした。ただここには大変こう奇妙な横穴があります。やはりお墓ということになっていますが。で、次に今度は、三重県の亀山市を、調べてみました。で、ここもですね、まあ、亀山市ということですから、亀と関係がある。すなわち UFO と関係があるのではないかなと思って調べてみたんですけども、直接それをつなげる証拠は出てきませんでした。まあ、代わりにですね、ここは大和たけるがですね、最後を、まあ、ここで終えたということでですね。まあこうした大きな前方後円墳が残っています。まあそういったゆかりのある地だということですね。で、まあここも調べてみましたら大きな昔沼があってね、渡来人が亀を、まあ、連れてきたと。だから亀という名前がついたというふうにも言われています。これが大和たけるのその像ですね。で、もう一つ、京都に亀岡市というのがあります。で、ここも調べてみましたが、やはり UFO と直接つながるような、まあ話、証拠というのは出てきませんでした。まあそれは無理もないんですね。まあそうした証拠が、でもその以前の話ですからね。UFO を見て亀亀と言っていたのはその以前の話ですから、そうした証拠が、まあないからといって、まあそうでないとも言えないわけですよね。そして、まあこれが、広島の能画、高知にあります。まあ、能賀高知のことを亀ヶ丘って言うんだそうですね。これはつい先週調べたので、まあ、ついでに取り上げてみました。この能賀高原の、まあ、頂上付近にですね、こうした、大きな、まあ、岩倉があった。それを利用して、まあ、どこかの会社がホテルを作った。そしてその岩倉をそのまま包み込むようにして、浴場を作ったわけですね。ところがその後、そのホテルが倒産して、現在、まあ、こういう形で残っている。この、能賀高原のこの岩倉の岩がとても不思議なんですね。まあ、複雑にもう組み込んであると言いますかね。組み木のようにして、まあ、組み込んであるということです。これは下の台座に合わせて上の岩を削ったり割ったりして、このようにして組み込んだと考えられます。で、これ反対側から見たのが右ですね。右と下が、まあ今の上、左上の岩倉を反対側から見たものです。でもこの岩倉を見ますと、今度は前の右の方、もう一つの側面を見ますと、この綺麗にこの、なんて言いますか、カッティングしてあるような感じなんですね。そして今、組木のようになっている岩は一番上にあります。で、ここに残っている、まあ説明書きによれば、1万年以上前に人工的に作られた、築かれたものであるというふうに、まあ説明しています。
まあ、これだけでは、まあ、本当に人工的なものかどうかということは、まあ、断言できませんが、亀ヶ丘といえば、何と言っても青森県の亀ヶ丘です。もうこの青森県の亀ヶ丘からは皆さんご存知の遮光器土偶が発掘されています。で、この亀ヶ丘と UFO とは関係があったかなかったかということですけども、まあこうした土偶を見る限りですね、大いに関係があったと私は考えています。で、マヤの UFO、いよいよ今日の本題ということになります。今から10年近く前にですね、メキシコ政府が映画を作るにあたって、それまでメキシコ政府が秘蔵していたマヤの多くの秘蔵品をですね、一般に公開しました。まあそれは大変驚くべきものでした。まあこれからそれをまあ皆さんに紹介しますが、この後出てくる特に2つのものに注目していただきたいと思います。まあ一応メキシコ政府が公開したものということで、信憑性と言いますか、信頼を置いているものですけども、マヤ人はエイリアンカンタクト、マヤ人はエイリアンと接触を持っていたと。マヤ人はね、そういう題の映画だったそうです。で、これから、まあ、いくつか見ていただきますけども、この中には、まあ、これがですね、生徒、中国の生徒の三星体遺跡の、まあ、アーティファクトの顔に似ているものが、を思わせるものもあります。で、こうしたものが発見されているんですけども、あまりにもなっていますかね。現代風で、ってか、現代私たちが UFO というものに酷似しているために、いくらまあ、メキシコ政府が公開したとはいえですね、ちょっとこう考えてしまうようなものなんですけども、まあ、その中にこんなものがありました。これは怪物というふうに、説明されています。確かに頭があって、首があって、体があると。まあ、こういうふうに解釈できますが、同時に、こんなものも発見された、公開されてるんですね。で、これはまあ、私は UFO。特にこれなんかは UFO だと思います。まあ、これは誰が見ても UFO なんですよね。まあ、これをサラダとかなんとかという方が無理があると思うんですけどね。日本人ならこれ逆さまに置いて、サラダって言うとしようね。まあ、ここにまあ、その、エイリアンらしき、人物の像が彫り込まれています。で、これとですね、先ほどお見せしました、レリーフと見比べていただきますと、大変興味深いことがわかります。これがそのレリーフです。怪物というふうに、怪獣、モンスターというふうに言われてますけども、これは本当にモンスターなんでしょうか。ということで、今お見せしました UFO、まあまあ UFO というふうに断言していいと思いますけども、比べてみますと、面白いですね。まあ、赤いところが窓ということになります。そして、この上の部分ですね。線で書いてありますね。同じですね。斜線でこういう風に書いてある。表現してある。そしてここに鍵型のその模様が刻み込まれています。同じものと私は見ます。そして下には枠まで作ってある。その枠も同じですね。そして縦線が2本入って、下の枠がある。下が UFO ということになれば、上も当然 UFO ということになります。違うでしょうか？皆さん自身の目でしっかりと確認してください。上は怪物、怪獣ではなくて UFO。そして左右に階段が描かれています。そして下には階段の横筋が描かれています。となると、もうこの階段、言うまでもなく、これはマヤに一般に、遺跡で見られるピラミッドである。っていうふうに考えられるわけですね。横から見ると確かに階段になっています。そして、中央には横線の階段が刻まれています。で、これは私は、まあ、この二つのことからですね、これはピラミッドの上に乗っている UFO と判断しました。もう一度繰り返しますが、ここが重要です。ピラミッドの上に着陸してると言ったら正確なんでしょうか？ UFO と判断しました。左右に階段、そして中央に階段があるということですね。これはチェチェンイッツァの、ピラミッドです。91段あるんですよ。まあ、ともかくもこのピラミッドの上に UFO が着陸したということになります。いかがでしょうか？となると、この、まあ、ピラミッドは、UFO の発着台だということになります。で、着陸台としてのピラミッドですけども、その前に、まあ、もう一度、その、話を進める前に、もう一度確認しておいてくださいね。ここが今日のポイントです。上はレリーフです。下は UFO です。それが描かれたレリーフがある。
そして下がですね、これがコパンのピラミッドですけども、まあこれ上から見たと、これはまあ日本の前方後円墳ですね、同じコンセプトで繋がっていると考えるのは自然だということですね。まあまさに状況証拠ということになります。で、ちょっと寄り道しますけども、空から見たランドマークの話をしておきたいと思います。これはティオティワカンの月の塔です。その月の塔を上から見るとこのように見えます。ランドマークなんですね。つまり、上から見た形を前提として作られているということですね。ギザのピラミッドにしてもしかりです。そしてもっとはっきりしているのが、ボロブドゥールのピラミッドです。上から見ると、まるで的当ての的のように見えるところに注意してください。こうして、まあ空を飛んでいるエイリアンたちは地上を見ながら、自分たちの目標を定めたというわけです。で、コパンの、これは、ピラミッドです。そして上から見ると、やはりこのように見えます。的当ての的のように見えますね。日本の前方後円墳もそうです。横から見たのでは何が何だかさっぱりわかりませんね。しかし上から見るとこのようなしっかりとした形で現れます。つまり上から見ることを前提として作られているということですね。そして話を戻しますけども、前のこの遺跡に発掘物ですね。これはピラミッドの上に着陸している UFO ということになります。ということを考えますと、世界に残るこうした、まあ、遺跡はですね、UFO の、まあ、発着台だと考えるのが自然だと思います。なあち、空から見ることを前提として作られたものだということですね。ですから古代の神、人たちは、わあ、亀だ亀だ亀だ楽しいですね。亀が飛んでるぞってね、叫んだのかもしれませんね。亀に見えたのでしょうね。頭もあり、尻尾もあると。この頭と尻尾は私が、つけたものです。そして、下の、まあ、左下の、これが、まあ、マヤで見つかった像。それと同じものが右にありますね。まあ、ついでながら言いますと、以前作りましたように、浦島太郎も、まあ、UFO に乗っていったというふうに考えられるわけです。そして、右の方はですね、今言いました、マヤで見つかったものです。そして、それが、まあ、これは人は、ティオティワカンのピラミッドですけども、こうしたものが、10個前後ありますね。まさに着陸台だということです。という同じ流れの中で、と言いますか、状況証拠的に考えるならば、前方後円墳は、まあ、UFO の発着台であったということになります。まあ、亀が空から飛んできてですね、わー、亀だ、亀だ。で、亀がゆっくりと前方後円墳の上に着陸しました。楽しいですね。その、まあ、コンセプトが、現在のヘリポートと、まあ、同じとは言いませんけども、つながっているということですね。ということで、まあ、楽しい話をしました。いかがですか？皆さんも夢を持って古代の謎解きに挑戦してくださいと同時に、ここまでお聞きくださいまして、ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。心からお礼申し上げます。ありがとうございました。バイ。Thank you.
does an inside of UFO look like? Kapil Raj, an author, writes in his website as follows. When we think of a UFO, and by UFO I mean a spacecraft from another world, we begin the process of putting our own structure in place, like a seat, dashboard, jets, wings, oxygen tanks, and fuel tanks. This is where most, if not all science fiction writers get wrong, including some famous filmmakers like Steven Spielberg and James Cameron. I, Hiroshi Hayashi, would like to talk about this mystery in this video. What does an inside of UFO look like? UFO の内部はどうなっているのか。作家のカピエル・ラージは次のように書いています。UFO の内部について、私たち人間は人間が今使っているものを標準にしてものを考えようとする。例えば椅子にしても、ダッシュボードにしても、推進装置や燃料タンクにしてもだ。スティーブン・スピールバーグにしても、ジェームズ・キャメロンにしてもそうだ、と。私、林浩司はこの謎についてここで考えてみます。UFO の内部はどうなっているのか、と。広志林、浜松シティ、ジャパン。それでは皆さんを、スウェーデンのゴットランドへ案内します。このゴットランドで、まあ、10世紀頃に作られたと思われる奇妙な形のブローチが見つかりました。現在それは、イギリスのブリティッシュミュージアムに保管されています。で、そのブリティッシュミュージアムの説明によればですね、このブローチには後ろ向きに立っている、まあ、座っていると言ったらいいんでしょうか、動物が彫り込まれていると。8頭の長い首の動物が掘られていると。で、橋の方には二人の人間らしき像があると。あるいは動物かもしれないと。意味はよくわからないと。で、同じような、まあ、この像がですね、他にもスウェーデンで見つかっていると。そして、この形のブローチというのは、スウェーデン中部では珍しくないということなんですね。で、最初に、カピエル・ラージュさんの言葉を引用しましたけども、人間というのはですね、まあ、例えば UFO を考えるときに、現在私たちが使っている、まあ、ものをですね、標準にして UFO の内部をいろいろ考えたりすると。まあ、それ、しかしそれは本当に正しいのかということを、まあ、疑問を投げかけていらっしゃるわけですけども、このカピエル・ラージュさんの言葉を裏から読むとですね、あまりにもその内部の様子がですね、人間の標準とは、かけ離れているときにはですね、それがまあ UFO の内部とまあ判断できないということになるということにもなるわけですね。まあ要するに、人間側が UFO の内部を考えるときは人間を標準するけども、その逆に今度 UFO の内部を見たときにね、あまりにもその人間のまあ標準とはかけ離れているときには、それがまあ UFO の内部とまあ理解できないんじゃないかということなんですよね。まあ、で、その言葉をまあ、引用すれば、引用と言いますか、考えればですね、まあ、このブローチがですね、あまりにもこの、私たちで考える、なんて言いますか、UFO の内部とは、かけ離れているってことなんですね。ですから、これが UFO の内部ということについてですね、皆さんの中にも、まあ、抵抗を感じる人も多いんじゃないかと思いますけども、私はこれをですね、このブローチに振り込まれているのは、UFO の内部と判断しました。で、それにもいくつか理由があるんですけど、それについてはこれからおいおい説明していきますけども、まず皆さんに見ていただきたいのは、誠にもってその、まあ、私たち人間が考えるですね、まあ、いわゆるまあ、飛行機あるいは宇宙船の、操縦席、あるいは内部とは違うということなんですよね。要するに、簡単に言えばそういうことなんですよ。回りくどい言い方しましたけどもね。要するに、で、これが何かということを逆に考えていくわけですけども、まあ、大英博物館というか、美術館の方ではですね、ブリティッシュミュージアムの方ではこれをですね、動物と、で、8頭の動物が、まあ、掘り込まれているというわけですね。しかし、これ、極めて精緻な、ブローチだと思いますね。ブローチですから、やっぱり大きくても10センチ以上はないと思いますね。胸につけるわけですからね。ですから、まあ、5センチから10センチという幅で見るわけですけども、それにしても、まあ、10センチと見ても大変精緻だということですね。で、この気になるのは、この指が3本だということなんです。で、指が3本ですね。で、この3本指というのは、まあ、全世界あちこちで見つかるんですけども、例えば、甲府のね、県立高校博物館にあります、この、まあ、土偶ですよね。これも3本指なんですね。
で、これから3、これを3年ほど前に見つけて、私は大変驚いたんですけども、ね、3本指なんですよね。で、もちろん顔にはお面をつけてますからね、マスクをつけてますから、顔は違いますけども、まあ、目がつり上がっているところなんかは同じですね。これはアメリカのトリンギット族の、まあ、円筒印象ですかね。それに彫り込まれている顔なんですけども、やはり目がつり上がっていると。で、この目がつり上がっている顔というのは珍しくないんですね。まあ、アステカでも見つかってますし、全世界で見つかっています。で、ちょっと並べてみますがね。で、まあ、このコンセプトといいますかね。まあ、全世界でこうしたつり上がった目の、まあ、アーティファクトが見つかっているということなんですよね。まあ、要するに古代人たちは見たものを懸命にその、掘って残そうとしたんですね。決してそのクリエイティブなマインドで作ったのではないということです。という、まあ、視点で考えるべきじゃないでしょうかね。このように、まあ、共通したそのアーティファクトが全世界で見つかっているということは、まあ、その証拠の一つと言いますかね。根拠の一つになるわけですけども。いかがでしょうか。で、その中の、この中で特に今似てる今の、お見せしましたのが、目がつり上がって、そしてそのゴットランドで見つかったブローチの中に振り込まれているその像と似ていると私は判断しています。それで並べてみますと、比べてみてくださいね。で、まあ、これがマスクをかぶっているかどうかということはわかりませんけども、まあ、同じような、まあ、顔をしていると。まあ、そういうことなんです。ですから、これはま、人間というのはちょっと無理がある。三本指で、なおかつ、まあ、このような顔をしていると。ですから、しかも、まあ、エイリアンが頻繁に現れた、まあ、9世紀、10世紀ですね。日本でも現れてますけども、そうしたその時期にこれが、まあ、作られているということなんですよね。まあ、そうして、まあ、状況証拠を固めていくんですけど、これが、まあ、動物であり、動物であると判断するのはちょっと無理があるんじゃないかということなんですね。となると、これは UFO の内部であるということになるのではないでしょうか。というふうに私は判断しました。まあ、UFO の内部なんてものはね、問題になってませんし、まあ、外からね、撮った写真ばかりが目立ちますけども、実は UFO の内部も、このように外に漏れ出ているということになります。で、このゴットランドっていう場所がですね、大変絶妙な位置にあることは事実なんですね。この、線を、ラインを見ていただきたいんですけど、ここにゴットランドがありますね。で、エイブベリーがあると。で、ゴットランドとエイブベリーの新直線上に、ウエストポールとイーストポールがあります。ですから、まあ、ゴットランド、まあ、エイブベリーっていうのは、まあ、非常にこう重要な、一直線上にあるということですね。で、そういうところに、で、まあこうしたものも見つかる。で、これも別にこうしたブローチも見つかっています。で、これはまあ私は UFO と判断していますがね。頭の部分はこれはまた別の意味がありますけども、まあともかくも全体として窓のついた UFO ということになるのではないでしょうか。で、これとまあ、ちょうどね、楕円形と言いますか、形も似てますがね。で、私はまあこうして、二つ合わせてみると、まさに UFO の外と内部ということになるというふうには判断したわけです。で、まあ、どうお考えになるかわかりませんけども、まあこれが私の林博士の考える、まあ UFO の内部ということになるわけです。まああまりにもね、私たち人間の常識と離れているがためにね、なかなか信じがたいんですけど、それは逆に言えばですね、カペル・ラージュさんが言ってるように、逆に UFO の内部を考えるときには人間っぽいものを考えてしまうということですね。まあちょっとご覧いただきましたけども、シートベルトもついてるけども、ちょっと変わってますね。胸にかけるんじゃなくて手にこうはめてるって感じですね。で、中央にはやはりこう推進装置のものがあって、これは長い首の動物ではなくてですね、何かしらのコントロールバーのような気がします。それもこれも動物ではなくて、まあ椅子と言いますかね、椅子というかわかりませんけども、まあ別の目的のものではないかと思います。動物と考えるのは無理ってことになるわけですね。要するに、まあイエスかイエスでないかということになってくるわけですけども、動物か動物でないか、あるいは いわゆるまあ、いわゆるね、人間がエイリアンかエイリアンでないかということになってくるわけですけどもね。で、これはアステカで見つかっている UFO 型の発掘物ですけども、これは明らかに UFO ですね。その中の一つには、底面部にです。